はい、ありがとうございます。先ほどまではユキさんが JICA 海外協力隊に参加する前、何をしていたのかっていうところをお伺いしたんですけど、はい、この動画では JICA 海外協力隊で何をしていたのかっていうところをお伺いできればなと思ってます。 JICA 海外協力隊っていろんな職種選べるじゃないですか、はい、まあ、看護師の資格持ってるから、はい、看護師っていうところの選択もできるわけですし、はい、他のところも多分できると思うんですけど、 そのまま看護師の職種で応募されたんですか、はい、なるほど。実際その時って国3つ選べるじゃないですか、はい、その中にサモアは入ってました。サモアも入ってないし、パラグアイも入ってないです。え、そうなの？最初のほら写真の大元アフリカなんで、はいはい、アフリカにしたんですよ、ね、アフリカどこを応募されてたんですか、セネガルと世界一命が短い国みたいな感じで、まあ、シエラレオネっていうところをちょっと渇きに思ってたんですけど、まあ、協力隊で行ける場所にはなってなかったので、の近くのところ。なるほど、はい、あ、じゃあそこ全部アフリカ希望だったんですね。アフリカ希望にしました。なるほど。でも実際行ったところは違うんですもんね、はい、じゃあそれで行った国はどちらになりました、はい、行った国はパラグアイ。パラグアイ、はい、パラグアイって中南米。そうですね、南米大陸です。へ、はい、そうなんですね、はい、で、まあ、行くってなって、はい、じゃあスペイン語じゃないですか、うんうん、で元々今のバックグラウンドとかも聞いてても、はい、スペイン語にバックグラウンドがあるわけじゃないじゃないですか、はいはい、どうされたんですか、勉強とかしたんですか。高校の時が国際教養科で代理外国語やったんですよ。で、そうなの。確か2年生か3年生の時だけだったので、はい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 、大したことないんですけど、でもそこでスペイン語選択していて、数字とか挨拶をしてた。あなるほど、はい、そこはできたんですね。そうなんです、そうなんです。なるほど。あ、じゃあそれ前提で駒ヶ根の研修所でスペイン語をガッと学んで、はいはい、実際じゃあパラグアイに行きました。はい、なるほど。実際じゃあパラグアイ行く前と行った後っていうところの比較も聞きたいんですけど、はいはい、パラグアイに行く前ってどんなイメージありました、はい、そうですね、もうどんなところだろうみたいな。はいはい、なんか陽気っていうイメージありません、まあ、そうですね、ラテンアメリカっていうテーマのね。実際はどうでした。実際陽気でした。あ、それじゃあイメージあった。実際陽気でしたし、風がわーってよく流れる、うんうんうん、その家の軒下に椅子をポンって出して、うん、みんなで座って、うん、テレレっていうお茶の習慣があるんですけど、テレレ、はい、マテ茶を、はい、主には皮で包まれた中がアルミ製の容器に茶葉バッて入れて、うん、で先っぽに茶こしがついたストローみたいなものをそのお茶っ葉にボンって入れて、はいはいはい、そこに水を注いで飲むっていうのを、はい、で輪になって飲み回すんですよ。そうなんです、ね、そうだって飲んだらサーバーの人に渡す、うん、またサーバーの人が継いだら私の隣の人に渡されるみたいな、うんうんうん、で、まあ、そういう同じ輪の中でこう茶を飲む。実際パラグアイに行くわけじゃないですか、はい、看護師として行くわけじゃないですか、うん、パラグアイでどういうことされてらっしゃったんですか、はい、パラグアイでは、まあ、もともと応募した時に病院に勤めるんじゃなくって地域活動ができるような看護の資格を使いつつみたいな、そういう案件がいいっていうのは面接の時に伝えたんですけ どパラグアイでもそういう案件がいっぱいあって、うん、同様に首都からは200キロ離れた一つの本当集落に日本人一人でポンって、うん、あ、そうなんです、はい、そこでホームステイしながらちっちゃい人口3000人に対して一つ置かれる程度の診療所っていうところに配置されて、はい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 、その診療所が本当簡単な、もうちょっと風邪ひきましたとか、うん、ちょっと手切っちゃった、虫刺されたとか、まあ、そういうのの治療と、はい、あと日本でやってるあの予防接種をするのと、うん、あとは健康教育をするみたいな、うん、そういう機能を、あと妊婦健診です、はいはいはい、をするっていうのを、まあ、持ってる診療所で。そうなんですね。で、はい、じゃあそこはいわゆる軽い症状の方を診断して、まあ、処置をするような施設になっていて、はい、それが無理だったら大きい病院につなげるみたいな、ね、そうですね。そこの末端でその上に一つ入院施設があるみたいな、うん、数床あるところからもう一個上の州レベルみたいなところの何床もあるような病院と国の一番大きいところみたいな感じで、全部そこの公立のところであれば医療は基本無料で受けられて、でも使える薬とか機材とか限られているので、まあ、お金がある人は私立の病院にも行くみたいな感じで。実際じゃあ無料で受けられるんだったら結構みんな行くんですか。そうですね、結構列をなしてる時もあって、その時はもう本当に対応できる午前中20人までとかってもう番号を配って切るみたいな時もあったり、でもどうしても具合悪いんだとかちょっとこれがっていうところであれば融通して入れたりとか、なんかそういう感じでやってましたね、はいはいはい、じゃあその中のユキさんは公立の診療所みたいなところでされてらっしゃったんですね。実際そこに入った時の課題とかって何があったんですか。住民の方たちのことで言えば、無料なので怠惰な生活しててもそれが自分のせいだとしても行けば薬もらえちゃったりする。なるほど、なるほど、なるほど。とか一緒に働くスタッフがすごく人はいい人なんですけど、私が今までの自分の価値観の中で行ってみると働かねえなみたいな働くのに7時3時とかだったんですけど、7時に来てから朝ごはんを食べて、それから皆さんどうぞもう働く時間じゃないかなみたいなとかで朝ごはんの時間になっちゃってる
その1時間あったらもうちょっと見れる人いるんじゃないとか思ったりして、うんうんうん、なるほど。そういう意味でのスタッフの方たちが職業という意味でもうちょっと取り組み方が変わったらいいんじゃないかなっていうのを最初は思いました。なるほど。結果的にそこどうでした？2年間自分がそこに入ってみて、もちろん日本人だったらこういうことしないよなとか、はいはいはい、日本人と全然違うからもっとこうしたらいいんだろうなというのはあったと思うんですけど、うんうん、結果2年間でどれぐらい変わりました？自分の活動を進めていくにあたってやっぱそれがって思ったんですよ。でも私かなりホームステイ先のママに恵まれていて、そうファミリーが、まあ、私と年がとても近い夫婦で、子供が2人、2歳6歳の男の子と2年間ホームステイで一緒に行ってた感じだったんですけど、まあ、そのママがかなりとても頭の切れる人で、はい、私も日々彼女と話し、彼女にいろいろ相談してたんですけど、はいはいはい、彼女があなた2年間でしかもこの言葉の拙さでそんなのをできるわけがないと、そこは徒労に終わる可能性も結構あるし、もともとそこは住民たち側からしてもそういう意識変わってくれたらなっていうのもこれまでもずっと思ってきたことだから、そこで私のエネルギーをそこに使うんじゃなくって、住民の中の一人でも私が直で話してこういう風に行動するとより自分の健康に近づくよみたいなことを置いてった方が絶対根付くって言ってくれたんですよ、ね、はい、その方パラグアイの方ですか？パラグアイ人すごい優秀、まあ、そんな彼女とのやり取りを日々ね、今日でもこんなことがあったっていうのをこう通しながら、自分の活動としては住民への啓発活動部分に重きを置いて、そこに同僚をちょっと巻き込むような形で進めようかなっていうふうに思って、うんうん、なるほどですね確かに。だから2年間でやりたいことはいっぱいあるし、課題もいっぱいあるんだけど、うん、その2年間でできることなんて限られてるから、うん、根本のところからやろうとしても、はい、2年間じゃ無理っていうのも分かってるから、はい、周りの人から囲んでいって、はい、ちょっとずつ変えていったらいいんじゃないみたいな。そうそうそう、なるほど。実際なんですけど、はい、まあ、2年間行ってみて自分は行ってよかったなって思いますか？うん、思います。なるほど。実際何が良かったんですか？自分を顧みる機会になったっていうところと、うん、言葉は伝わなくても気持ちがあればやっぱ通じ合える人は通じ合えるっていうのを本当に分かった、うんうんうん、ああなるほど、はい、別にまあ言語はもちろんあるけどあくまでもそれって一つのコミュニケーションで、はいはい、でも本気で伝えようとしたら、うん、どんだけ言語があんまり上手くなくても伝わるんだなって伝わる、はい、そうです。そうなんですね、うん、ちなみにその2年間のキャリアの中でもともと看護師っていう資格を持ってるじゃないですか、はい、この中の2年間の中でどういうふうに今後キャリアとして考えていこうっていうふうに考えられてたんですか？うん、どうしようかなって本当に思っていて、うん、国際協力を看護としての、 その、まあ、仕事にしていくみたいなのってどうしたらいいんだろうみたいなのを思ったりしつつ、うんうんうん、でもなんかやっぱり海外でずっと何かをやるっていうよりは日本を起点にして、はい、そこから緊急援助とかじゃなくってゆったりとつながっていくようなこと、うんうんうん、それは別に看護じゃなくてもいいんじゃないかなみたいな風に、はいはいはい、ちょっと自分の中での国際協力に携わるっていう携わり方をちょっとやっぱ考えましたね、うんうんうん、あ、うん、なるほどね。ありがとうございます。ちょっともう一点だけ聞いてみたいんですけど、はい、パラグアイに2年間いる方ってそんな多くないじゃないですか、うん、その2年間パラグアイにいた中で珍事件とかありました？珍事件は結構あ、そうなんですねで、うん、初めて1ヶ月か2ヶ月経った時に、うん、牛にバスタオルを目の前で食べられてどうしてもできなかった事件バスタオル食べれるのすごい食べるんですよ。吸水性のいいバスタオル持ってってて、はいはいはい、パラグアイって、まあ、みんなそうとも限らないし、まあ、あの家の周りに金網貼ってあってそこに洗ったものをボンボンボンって干して乾かすんですけど、肉用だったり、うん、まあ、牛乳用に牛が放し飼いされてたりするんですよで草食べにどっかんちの牛がうちの敷地の前にこう運ばれてきてて、その牛がゆっくりおもむろに近づいてきて、私その時一人で初めてお留守番した日だったんですけど、はいはい、食べ始めちゃってそれはどうしようと思ってそれはユッキーさんのバスタオルだけ食べた？そう他にも含まれるのに私のバスタオルだけ食べたおもしで、どうしようと思って、でも、うん、その牛にコラーってやって向かわれたら死んじゃうかもしれないし、まあそうだよね、バーンとかなんかやって、うん、その牛が傷ついたって言って怒られたらどうしようとか思ったし、確かに確かに、どうしたらいいか分かんなくって、うん、写真を撮って、はい、これどうしたらいいのって、うん、牛が私のバスタオルを食べていますっていうスペイン語を言ったんですよ、はい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 、そしたらスペイン語で返答返ってきたんですけど、分かんないのそのスペイン語をまた解読するとこから始めるわけです、はいはいはい、小枝を拾い、うん、叩けとまあそれで頑張ってやったらゆったりと、はい、もちゃもちゃもちゃってしたのをペーって出して、はい、そっち側に立った。え、もうバスタオルどうなったの？どうすんねんみたいな歯型がついてる。でも飲み込まれてなくて飲んじゃって牛になんかあったらどうしようと思ったし、そのバスタオルどうしたんですか？ちょっと面白いなと思って、はい、めっちゃ洗って、はい、手袋して、はい、唾液を落とし、はい、持って帰ってきました今でも歯型ある？歯型
ことありますよ。やば、ボロボロボロみたいになったやつ。なるほど、そうだね。でもしようと思って、はい、その新規を入る。なるほど、ありがとうございます。この動画ではユッキーさんが、はい、ジャイカ海外協力隊でパラグアイで何をしてきたのかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンと、はい、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ次の動画では今何をしているのかというところをお伺いしたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずはありがとうございました。はい。